ロマン・ロラン日記。1931年4月、高田との最初の出会いに触れて、彼は見せかけだけの旧式の彫刻家ではない。彼が見せた自分の作品の写真から判断する限り、妹も私も驚いたその作品の顔立ちはといえば、今やこの日本人たちはフランス、あるいは他のヨーロッパの人間といかに近いものになっているかと思わせる。我々にはわかる。とりわけそのフォルムがわかるのだ。抑えがたい新時代の息吹がその精神でもって、それぞれの種族人種が持つフォルムを浄化するのだ。されたものでは